今期の棋聖戦は山崎八段がこう挑戦者になられて、やはりその、そうですね、山崎八段は序盤から力戦派でこう、独創的な棋風として、知られていますので、やはりこれまでの、その、タイトル戦とはやはりこう違ったやはり展開になりそうかなというふうには思っていましたので、私自身もその何かこう序盤の、そのこう準備をするというよりは、そのなんていうか、さまざまなその展開になっても、その、ある程度こう対応できるように、なんていうか、イメージをこもっておくということがこう大事かなというふうに、思っていました。そうですね、そうですね、永世称号でもしこの名乗るというのはすごい、実際にその資格を獲得できたとしても、その名乗るのはだいぶ後のことになるので、そうです、あまりその永世称号をその意識するということは、そうですね、なかったですね。ただそうですね、その6月がちょうどその名人戦とこう叡王戦があって、そうですね、そこでもあまり、なんていうか、そのコンディションとしてはそれほど良くないなという感じもしていたので、棋聖戦に向けてちょっと状態をこう上げていかなくてはいけないなということを一番、思っていました。そうですね、やはりその4月からその叡王戦と名人戦が始まって、やはりその内容的にも結構苦戦する将棋が多かったんですけれど、ただその5月の、その下旬にそのなんとかこう名人を防衛することができましたので、やはりなんとかそれで少しこう6月開幕の棋聖戦に向けてこう、なんとか弾みがついたというか、その自分の中でこういいイメージを持って、この棋聖戦に臨むことができたのかなという気はしています。そうですね、ただ結果もそうですし、こう内容を見てもやはりこれまでとのその比較で、やはりちょっとこうミスがこう目立っているかなというふうには感じていました。いや、だけとそうはですね、言えそれも、ないんですけど。そうですね、こう多少あるかなと思いますけど、ただそうですね、その名人戦も含めて少しなかなかこう精度のこう高い手をこう続けていくことができなかったような感じがするので、やはりその私自身のその状態というところに、なんていうか原因があったのかなとは、思っています。いや、どうでしょう、確かにデータを取ったらこう勝率がいい月と悪い月というのが確かに出てくるのかもしれないですけど、ただ自分としてはそれほど意識することはないですかね。そんなに、こうこの時期になったらいつもいいなとか、あんまりそういうことは思っていないので、それほどこう大きなこう差はないのかなという気が、します。そうですね、やはりその2つこうタイトル戦も並行して戦うのは、やはりこうスケジュールとしてこう忙しくはなりますけど、ただそれがこう必ずしもマイナスというわけではないかなというふうには思うので、そうですね、そしてこの棋聖戦で言えば、やっぱりその結構そのタイトル戦がこう続く時期にあるということで、その対局する中で少しでも調子をこう上げていければという感じかなと、思います。いや、でもそう将で棋をす指しね、て。ただやっぱり対局自体はそのこう室内で 行いますので、そんなに なんというか、外じゃないですもんね。そうですね、もちろんこう冬とかだとこう朝少し寒かったりとかそういうことも ありますけど、ただそうですね、対局中はそれほど、その、そうですね、こう季節の影響というのはないような気がします。そうですね、やっぱりその対局のその結果やその内容というのは、やっぱりある程度やっぱりこう次の対局に影響するというか、やっぱり全く、そうですね、その気持ちの面でも、その完全にやっぱり切り替えてということはなかなか難しいですし、そうですね、やっぱり、やっぱりある程度そういう影響はやっぱり与えるものかなと思います。そうですね、もちろんその、なんていうか、準備の面では大変になるところはありますけど、ただその、やっぱりその対局のその展開が違っていた方が、なんていうか、指していて面白いというところもあるので、そうですね、それがこちらにとってその、あまりマイナスということではないかなとは、思っていました。私の場合はそんなにかも昔から変わってないと変わってないです思か。新たな発見があって、一つ引き出しが一段増えたとかっていうのはないんですか？そうですね、作戦その序盤のその作戦というところに関しては、私自身は以前から大きくそのスタイルを変えてはいないんですけれど、ただ、そうですね、そういうところも少しずつちょっと、なんというか、良い形でその変化を取り入れていけたらとは、思っています。そうですね、今のところ、デビュー当時と変わっていないということも、結構、少なくないんですけど、ただそれも、なんというか、
ただまあ固くなに変えないというの姿勢はあまり、まあ、良くないかなと思っているので、あ、まあ、そのそうですね、そのなんていうか、うん、そうですね、やっぱりまあその、うん、その方も他の方のご勝利とかを見てまあ良いと思ったところは、やはり、うん、まあ、自分自身にもまあ少しずつことを入れていけたらというふうには、はい、思っています。うん、まあ、ただ実際になんかそれを例えばそのまあその高校試験でも指すとなれば、やはりなんていうか、やっぱりそれだけのなんていうか、その準備 やっぱり取り組みというのが必要になってくるとは思うので、まあそうですね、あの、まあ、やっぱりまあ少しずつということには、その変えるとしてもそういうことにはなるかなとは、はい、思っています。そうですね、やはりその、うん、まあ、SS 消防というのは本当に取れた方って、まあ、これまでもその、まあ、偉大な方ばかりですので、うん、まあそうですね、あの、まあ、私自身は今回この棋聖戦でその先生賞を得ることができたというのは、やはりもちろんまだそのそういったまあこの先輩の方に駒並んだというふうには思わないんですけれども、ただなんというか、やはりまあ嬉しさはありましたし、またそうですね、あの、まあ棋聖戦、まあ私自身の初めてのタイトルもでしたので、まあ思い出のある棋戦でもあるんですけれど、ただやっぱりその最初の棋聖戦からもうこう4年経ったんだなという点からね、早いですよ ね、 そうですね、まあ、やっぱりそういう、はい、印象も、はい、ありました。コロナの中ですもんね。あ、はい、うん、そうですね、まあ、うん、それほどまあその、まあ、結果に関しての目標というのは私自身は、まあ、今までもそれほどこたせてはいないんですけれど、うん、そうですね、あの、うん、ただまあその将棋にその対しての目標という点で言うと、そうですね、あの、うん、そうですね、先ほども少しなんていうか、まあ、話は出てきていたんですけど、やっぱりまあ将棋のなんていうか、幅をやはり広げていきたいというところも思っていて、やはりそうですね、あの、まあ、そのためにまずはやっぱりこうその様々な展開にそのこう対応できるための判断力をこうつけていく必要があるかなというふうにも思っていますし、まあ、その上でそういうそのなんていうか、こう様々なその将棋を指して、その私自身がそのなんていうか面白いと思えるようなそのまあ、対局がこうできるように、まあ、取り組んでいきたいなというふうに、あの、はい、思っています。そうですね、あの、まあ、これまでそうですね、振り返るとまず、まあ、その結果という点ではやはり、まあ、自分自身がそのなんていうか、まあ、期待する以上のものがそうですね、この、まあ、残せたのかなというふうには思っています。ただそうですね、あの、うん、まあ、ただやっぱりまあ逆に言うとやっぱり今後はよりなんというか工夫をこうしていかなくてはいけないかなということだとも思っているので、やはりそのうん、やっぱりまあそうですね、今までのそのこう現状にそのまあとどまらずに、やはりこういろいろそのまあ工夫を重ねて、こうやはりまあそのなんというかこうそのまあこう進歩していけるように、あの、まあ、取り組んでいかなくてはいけないかなというふうにも、はい、思っています。